18と、よし戻った。この面積何？社会とかはまだ具体性があって面白いけど、数学が意味がなすぎて苦行でしかない。Z イコール4、6引く2と5引く1やな。じゃあ6分の2で、んでサイコロ3つの並び方は3の階乗だから、1超えた。計算能力がなすぎて、サイン・コサインが2とかになったり、確率がマイナスになったり、面積・奇数が出てきたり、ありえない値が頻繁に出てくる。問題わかんないな。答え見るか。点 P の存在範囲は直線 CD？ なんで？答えの言っていることがわからない。見当もつかんだこの問題。よし、答え。電化式を変形して A プラス2。なんでその変形しようと思った？模範解答を見て、なぜそれをしようと思ったと切れる。ちょっと待てよ。このよくわかんない円も、このよくわかんない波々も、どっちもサインシータを表せれるんだよな。なんで同じこと出してんのにこんなに違う図になるの？似たようなものの使い分けができない。X プラス Y の2乗イコール X の2乗プラス 2XY プラス Y の2乗だから、これを解いて、そして何もなくなった。ああ、なるほどなるほど。この問題こうやってやるんだな。よし、わかったわかった。あ、この問題見たことあるぞ。でもわからん。答えを見てわかって気になるけど、実際に会うとすると、あ、この問題見たことある以外のことが思えない。